8月10日から甲子園で開催される交流試合、その大会に出場するのが高知の明徳義塾高校です。昨年は強力打線を武器に四国大会優勝、今回の選抜でも活躍が期待されていましたが、新型コロナ感染拡大の影響で選抜甲子園、そして夏の甲子園も中止、明徳義塾も活動自粛を余儀なくされました。しかし6月10日、選抜出場校を招いての交流試合開催が決定しました。開催について鈴木主将はこう答えています。まずやらせてもらえることは嬉しく思います。そして3年生では、最後の試合になると思うので、みんなでもう一度全力で戦いたいというふうに思います。そして夏の大会へ向けて着々と準備を進める明徳義塾の練習の様子を見ていきます。交流試合の相手は鳥取城北に決定しました。鈴木主将と馬淵監督に意気込みを伺いました。1試合に今まで練習してきたことを全て出せるように頑張りたいです。こういうコロナの時でもですね、球児たちは一生懸命、白球を追って頑張っているというようなところを見せれたらですね、いいなと思ってますけどね。
ここで今年の明徳義塾について紹介したいと思います。今年の明徳義塾は強力打線が持ち味です。昨週の四国大会では40得点、4失点と圧巻の内容で頂点に立ちました。その中でエースの新地選手、正捕手の鈴木選手、センターの奥根選手を紹介したいと思います。新地選手は四国大会4試合全30回を投げ、無四球防御率 1.20 と抜群の安定感を示した技巧派左腕です。奥野選手は50メートル5秒7の新設の持ち味に広角に打ち分ける打撃が持ち味です。そして鈴木主将はスローイングタイム2秒を切る強肩と、昨年の明治神宮大会の星稜戦でもスリーランを放ったように打撃力も高いです。明徳義塾の初戦は7月23日、宿毛工業と高知海洋の勝者と対戦します。明徳義塾ナインに注目です。